ハイスクールチェック。おはようございます。高岡陵国高校3年岡田です。2年笹谷です。今日はバーチャルクリエイティブをチェック。ドローン操縦や e スポーツなどデジタル分野を中心に活動しているバーチャルクリエイティブ部長の松野さんは、プログラミングを使ってオリジナルのじゃんけんゲームを制作したんです。普通のじゃんけんゲームとは何が違うんですかね。そうですね、やっぱりゲームとして運に頼ってしまうと、やっぱゲームとして成立しなくなってしまうので、ヒントを入れたりだとか、プレイヤー側が何か考える要素を追加しましたね。ストーリー性を持たせたり、2つの手で同時に勝負をしたりするなど、松野さんのオリジナル要素が盛り込まれたゲームとなっています。グーとチョキだからパーとグーか。手遊びみたいな形で複数を一緒に使うっていうのは、僕には発想はなかったんで、斬新的なアイデアかなっていうふうには思います。結構長い時間考えてこれ思いついてたんで、まあ、嬉しいです。僕ハイ大会とかあって、なんでその会社に入って自分の名前でゲームつけるようになったらなって思ってます。バーチャルクリエイティブのパワーの源は好きな気持ち。以上、ハイスクールチェック。